ャレコメカナメストーン、よろしくお願いします。シャレコメカナメ、シャレコメカナメ、おーシャレコメカナメストーン。ストレッチしなよ。違う、書いてただけだ。バレたか、この怖くとおめがということで本日は何、クレヨンしんちゃんチョコエッグ手に入れ。いやー、なるほど。まずこれだけ言わせてください。何ですか。映画クレヨンしんちゃん超能力大決戦とべとべ手巻き寿司上映おめでとうございます。おめでとうございますやってんだ今。もうもう 3D 初の、初か初じゃねえのか。ケツがこう、うわーおーくんじゃない。うん、喜べるのがしんちゃんの良さ。この37歳でもね、そうそう、小学生の時と同じように喜べるのがしんちゃんの良さ。ケツだけ精神面白い。クレヨンしんちゃんのゲームやったことあるっすよ。あるよ、超ある、超ある。あれめっちゃ面白いよ、超面白いよ。俺全クリしたよ。俺もゾウさん、ゾウさん、オラは人間、オラは人間ものじゃないのそれ俺ね、クレヨンしんちゃんのそのゲーム、うん、で、うん、敵が多すぎてね。はいはいはい。面に。あ、で、ゾウさんのやつって無敵になれるの？そう。なんか、なんかみんな。みんな、わーって画面にいる敵が全員来そうだよ。そう。ざまみ。ざまみろ。ゾウさん、ゾウさんで倒すんだ。だな。倒せなくて直訳手に入れと言いましたよね。なんと、しんちゃんの直訳箱買いしてきました強いぞ。10個入り。強い。これさ、うん、俺さ、うん、言うじゃんずっと、はい、野原ひろしのような父親になりたいと、うん、野原ひろしの、職業がお笑い芸人っていう生活を送りたいわけ。でもいないんじゃないそれ やろうとしてる人は。だからそれはいいよ、芸人としてだし。意外とむずいからね、ひろしの生活って。相当難しいよね。持ってんだよ意外と金。奥さん、奥さん、子供、しかも犬、男女、男女で、しかも犬、うん、そう、係長だっけな、どっちだっけ。まあ昇進してんだろもう。さすがにな、さすがにな。車あってよ。そう、一軒家マイホーム。じゃあ開けていこう。お願いします。まあ同時に開けて。あ、それどれが入っているか。時がムネムネ。え、書いてある。時がムネムネだなんかさ、うん、しんちゃんに携わるとさ、何でも面白くなっちゃうな。そう、それマジ。なんなんマジで。なんだろうね、しんしん。お前さ、ちょっと待って、お前ってちゃん付けできないじゃん、誰にも。あ、ちゃん付けとか、くん付けとか。あの、田中まーくんは？まあ。まあ嘘だろ。あ、ホワイトも入ってた。うめぇ。ホワイトもいんのよ、中に。な、うん。あ、やったー。俺強いよ、一発目から、かなり。何、何、何。あ、え、何種類、え、待って、何種類入ってんの。32。ただ俺、うん、32の中でも、うん、いいやつ当たってるはず。これ何、なんでいいかって言ったら、うん、しんちゃん一人じゃないの。ブリブリザイモンとか。え、俺じゃん、しんちゃんの俺バージョン当ててんじゃん。ちょっと待って ね、見えないんで近い時って。青になっちゃった。合ってないだろそれは卑怯じゃん。ダメ。はい、レイジ。いいねー、こいつ見えねえだ。ねえ、ごめんね。怒ってる相手にさ、うん、膝の毛擦りつけていいわけないじゃん。教えないよ。これ何、しんちゃんなんだろうな、このホワイト頭。ゴルフボールだね。書いてる。なんて書いてある。な、何し。映画クレヨンしんちゃん、うん、嵐を呼ぶジャングル。あれなんか有名じゃない？嵐を呼ぶジャングル。うん、レイジの方何。どうしたらいいんだ、どうしたらいいんだよ。レジ落ち着け一回、大丈夫だから。めっちゃいいじゃん、ね、これどこにはめんの。そうだから、あ、なんかちっちゃい穴がある。ちっちゃい穴がある。でもこうなっちゃう。ムカつくな、あだ名。あだ名、あだ名直せ、あだ名。俺の若おじ。ダメ、若とかつけてもおじがついてる俺にはわかる。あー、おレイジ何やった今。そんな怒られなきゃいけないな。おい、僕のはひまわりと
しんちゃんだから、はい、読んで、あの、これそうだよ。え、これさ、すごい、あ、ちょっと映画クレヨンしんちゃん暗黒たまたま大追跡面白絶対食う、もちろん美味しいんだから、もちろん。このさ、うん、ちょっとあの黒と白が一番うまいよね。うまい、うまい。あの、知ってる、うん、ホワイトチョコって言うんだぜ、あの、黒と白じゃなくて。うまい、俺汗かいてないから今日はいいじゃん。塩汗がさ、お前やめてくんね、最近俺のあの塩汗とかしてくんのマジで。この人汗するんだってイメージになって、聞いてる？え、なんかさっきよりでかい気がするんだけど、気のせい？いいんじゃない？うん、ああいいね、そっちのしんちゃんも。これはね、うん、何？2023年。え？読んで。最近じゃん。え？最新作？え、3D のやつじゃん。そうだ。え？新次元。クレヨンしんちゃんザムービー超能力大決戦とべとべ手巻き寿司。うおー、すげえ。すげえ。めっちゃチャリンコ、あ、ちょ、キックボード？え、チャリンコ？キックボードみてえな。すげえ。俺はこれです。見て。なになに？俺は、うん、映画クレヨンしんちゃん、伝説を呼ぶ踊れアミーゴ。この語呂の良さよな。なあ！おい、ジジイ！相当よ。え？お前完全に俺に目つけられてる。なんでだよ！お前ね、そんなこと言ってたらダメだって言ってんのよな。怖いものになってるー！俺もなってるー！チョコとさ、酒の相性よな。俺一番好きかもしんない。あとグミいいよね。うん、喋ってたよ。喋ってたよ。え、なんか聞こえなかった、低すぎて。チョコとさ、うん、チョコと俺この酒の相性一番好きだもん。いや喋ってる、それシャレかな。いや、まあ、あと6しかない。うっそ、早い。可愛いね。可愛いんだ俺。でもさ、うん、俺らといえばっていうの言っていい？何ですか？いやいや、うんこ臭いの野望でしょ。うんこくだ。でも名前が面白すぎるじゃん、うんこ臭いの野望とか言ってさ。うんこ臭いって入っちゃってるからね。優しくレイジ。お前、これは。食いつっこみした。え？食いつっこみ。かわいいなぁ、しんちゃんは本当に。でもさ、昔さ、俺いたんだよ、同級生でさ、おう、クレヨンしんちゃんとか見ちゃダメっていう家。えっ、ま、当時まず俺の家は違ったんだけど、まずうちも嫌じゃない、そういうの。厳しい。なんかさ、大事なこととかも教えてくれるじゃん、しんちゃん。何なんかさ、確信ついてくるじゃん。ふざけてるだけじゃないというかさ、大事なことを、うん、直で言わないで、うん、そうだね、気づかしてくれるの。そう、あの CM のやつとかさ。え、あれはやばい。お父さんも大人になった、なんか大人になったらみたいな、うん、みたいな、大人、なんかヒロシが言うんだよね、うん、大人になったら、うん、あれ成長、うん、お父さんも成長しないかみたいな感じみたいなことなのかな。うん、そしたら、父ちゃんもう大人でないよみたいな、みたいなね。確信ついてくんだよ。というわけで僕はこれです。何ですか？映画クレヨンしんちゃんバカうま B 級グルメサバイバル。あったんだ。だってもうあれ持ってるもん、鉄板。あ、焼こうとしてんだ。お好み焼きひっくり返すやつ持ってるもん。気合入ってんの。顔気合入ってる、こう。素晴らしいです。これ正直レイジ、はい、なんでしょう、大好きなんじゃないでしょうか。なんでしょう、見てないだろうけど、はい、なんでしょう。映画クレヨンしんちゃん、はい、ガチンコ逆襲のロボ父ちゃん。お、ロボ父ちゃん好きだよ。ゴールデン父ちゃん頑張れのやつでしょ。ねえ、似てるとかあるんじゃないの。ゴールで確かに可愛い。やっぱこうガブっていく。うん、うまい。何個目でも。俺は来たぞ、ごめんね。あ、俺もあれ違った、俺が思ったのと。まあでもいいや、あれいいんだよね。俺の好きなさ、あいみょんが歌ってるさ、回の映画があんだよ。あ、でね、予告かなんかだったかな、ミサエとヒロシがまだ若い頃に出会った時みたいなのがこう映って、まずちょっと若いので、こう道をこう歩いてる二人で、こう道をこうやって恋人みたいな感じで歩いてるんだけど、それがどんどん年月が経つっていう演出があって、そこに何かちょっとこうしんちゃんがこう現れて、で、城現れて、
で、あのひまわり現れてみたいなのが、そのなんか変化がもうそれだけで感動するわ。泣ける。あとあれ、ヒロシがさ、子供生まれた時なんですけど、ちょっとなんかチョコがよ、チョコで粘土高めんだな。お父さん助けて。粘土高めんだな。うるせえ、うるせえよ、うるせえよ。あのあれ、出てる。ヒロシに出てないだろ言葉が。あのヒロシがさ、うん、あのね、うん、あのチャリンコの後ろに乗ってて、でだからしんちゃんのおじいちゃん、ヒロシのお父さんにこうやってやってもらってて、でちっちゃいのヒロシが、うんうん、田舎をね、田舎をこう歩いてて、うん、あ走ってて、うん、チャリンコで、うん、でなんか虫かごとか網とか持っちゃって、うん、釣り竿だったかな、うん、なんか持ってたりしてて、うん、でどん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 こう最初お父さんのケツに乗ってるんだけど、ヒロシがどんどん高校生になって大人になってみたいな、うん、で最後はヒロシが前で今度しんのすけが後ろ乗ってたりする。あれもあれだけで泣けるわ俺。それを、うん、自分の靴の匂い嗅がされてて、そうそうそう、で思いよく思い出すんだよね。そう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 、あれみんな泣いてたらしいわ、うん、あれ泣くよ劇場で見てた。あ劇場でね、うん、あれ泣くよ。じゃあ俺いきます。はい、何ですか。映画、うん、クレヨンしんちゃん、はい、うん国際の野望、大好き。おえかわいいしんちゃん。なんか昔のね日本ぶっちゃってしんちゃん、うん、じゃあ僕ブリ、なんとブリブリです。え、ブリブリ何それ、はい、いよいよ出てきました。ブリブリ映画何、ブリブリザイモン映画クレヨンしんちゃん激突落書キングダムとほぼ4人の勇者。落書キングダムだね。落書キングダムか、もういいよね名前が。シャレかな。ちょっと残すわ。やばいぞ。ラストです。ラスト1個ずつ。ちょっとなんかねシークレットみたいなのもあるっぽいから。え、隠されてるキングオブコントみたいに。うん、そう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 。おお。ラストになんか当てたいやつとかある？ちょっとこう見て。おお。ああ、俺でもやっぱりあれかも。これなんだっけこれ。アクション仮面。アクション仮面。アクション仮面。いやーいいよねー。お、ゾウさんバージョンのしんちゃんもいるじゃん。ゾウさん。すごいぞ。やっぱね、シークレット狙いでいこう。分かった。でそこに乗ってないやつが当たる可能性があるんですね、うんうん、まあ、箱買いしてますから、うん、全然チャンスはある。はぁ、嘘だろ。ごめんだけど今期はもう俺のもんです。手に入った。はい、なんとアクション仮面を。宣言通り映画クレヨンしんちゃんアクション仮面 VS ハイグレ魔王。めっちゃ面白いじゃん。もう、あ、すごくない？宣言通り行くの。いや、すごい。して、ラスト、山口さんは？俺はね、ブリブリザイモン。ちょっと待って。最後、かぶった。だから、かぶりブリザイモンだよ、お前。あ、そうやな。笑え！おい、なんだ？知らねえ、ブリブリザイモンの声が案外低いとか。そうなんだよな。ぽーいとかじゃないんだよな。うん、おいとかなんだよね。ちょっと引いてんのよ、しんのすけに。そうそうそう。なんだこいつうるさい子供はみたいなね。ケツ出しやがってみたいな。やめて、かわいそうだろ。後陣、後陣に置くの。ああかわいいね、2体並んでかわいいじゃない。いいよ、いい台と低いとか。ということで、うん、しんちゃんね、映画始まりましたんで見に行きましょうよ。いいじゃん、うん、ちょっとまたやりたいこれ。あのまた箱買いしようぜ、うん、セブンに売ってたから、うん、セブンで買ったから、うん、きっとこれ全制覇したいぐらいしようね、うん、ということでみんなもこれからもクレヨンしんちゃん一緒に見ていこうな。見ていこう、チャンネル登録いいね、よろしく。